よしよし。うん、宝箱か。アクアブリートスーパーレア。いや、入らないって。単体だよね。いや、ほんま入らんって。愚痴である、これは。もう最初の愚痴。スロットが開放しなさすぎてな。よし、じゃあ、ふぅ、左だな、こっち2匹おる。よいしょ。あ、待って待って待って、危ない危ない。はーい、200溜まってるね。いやー、え、行くぞ。入ってなかった。行くぞ、突撃陣劣化。行くぞ。行くわよ。セット、ガンダム。やっと変えた。やっと変えました。私の番です。あれはもう回復値荒れちゃうよね。うん、はい。よし。行きます。それ。ブレスでもすればよかったかな。アースゼロだったし。お疲れ。お疲れ様でした。で、反対側にもおると。いや。チャンスです。レインスラッシュ。いいよ。崩れた。ためます。行くぞ。うん、一生ハチマキを持ち出してだいぶ変わった。行くわよ。いいね、ブレイク。さてと、それ。オッケー、戦闘終了、お疲れ様でした。あ、なんだ、力戦の勇士、戦闘勝利回数100だって。うーん、なるほど。もう一匹いる。よいしょ。あ、待って待って、覚悟してもらうぞ。入っちゃった。そこだ。オッケー、しまった。行きます。行くぞ、突撃陣劣化。ちょっとやるのが遅い。行きます。はい、ブリューなくは入らないから、落ちまちま作戦で行こう。そこです。いただけ。ブレイクいいね。とどめです。ナイス。私の番ね。はい、やいいね。俺の番だな。着々と CP を上げていこう。崩れた、もらった。オッケー。さて、もう着く、もう着くね。うん、あらかた行ったと思うし、行っちゃっていいかな。レッツゴー。あ、午後2時。1時間ぐらいか。おー、曲が。確かになんか宝石町っぽい曲。いいね、ハープ。うん。宝石の町パルム。うわー、綺麗な町ね。ねえ、めっちゃ好きかも。宝石町パルム、帝国最南端の町ですか。俺も初めてだが、噂にたがわぬ風景だな。うんうんうん。7組の B 班が最初に訪ねた町でもあるんだよな。あー、そっか、へえ。10歳くらいまでここで暮らしてたんだっけ。ね、やっぱり懐かしい。まあね、知り合いも少しはいるし。それよりすぐにでも魔獣の調査に向かいますか。いや、妖精も出ているし、一旦街を回ってみよう。うん、人形兵器や脱線事故などの情報も得られるかもしれない。クルト、案内を頼めるか。ええ、それはまあ。久しぶりに知り合いと会うのが恥ずかしかったり。それはちょっとあるよね。そういえばクルトさんの実家の剣術道場もあるとか。うん、いや、パルムの道場は
去年の暮れに閉鎖されたんだ。去年の暮れ。誰かいるかもしれないから挨拶くらいはしておきたいけど。はいはい。あ、そうなんだ。閉鎖ですか。とりあえず来ると、町の案内は任せるから、押さえておくべき場所を教えてもらえるか。ええ、それでは。え、全部回ろうよ。いい木だな。すぐ そこの仕立て屋と宿宿酒場には一応寄った方がいい。はい、奥の方。ああ、はいはいはい。はい、後回しイコール先にやるっていう。カラフルで可愛いかもね。確かにカラフル。アークスで撮って後でみんなに見せちゃおうっと。そうね、外に出られなかった組にも。しまった、ブグがあるぞ。ドキドキ。うん、あいつか。誰だろうね。スロット開け終わる、ティナ。やっと開けられる。よいしょ。あ、さらに開けられる。今2個。アルティナ開けるか。アルティナ開けて、で、あ、開けられなかった。あと8。次、リン君の時開けようかな。うん。で、2個も刺せるようになった。まず、幻、アナライズはいいかな。シルバーソーンつけて、アクアブリートつける。ファイヤーボルトにするか。うん、こんな感じでいこう。よっしゃ、めっちゃ嬉しい。あら、買い物。あった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 。あ、レザーが売ってるのね。了解。で、金はないと。ミニレンチ必殺率。何必殺率って。クリティカルってこと。欲しいなぁ。マスターコーツ相変わらず買えなくって。セピスカイ買えよう。あ、407もある。なるほど。戦ってきた甲斐があった。買うか。買います。はい。やったぜ。で、ミニレンチ気になるなぁ。いや、でも、こういうの買うよりは、しかな。買うんだったらね。でも保留にしようかな。うん、ちょっと保留にする。マスターコーツが変えたのはちょっと嬉しい。で、誰かお願いします。ちょっと誰かつけてください。リンクつけますか。カレイドつけるか。キュリアがついてる。 STR 結構下がるね。ディーバが魔法回避でしょ。アルティナ変えるか。うん、こんな感じにします。はい。で、他には、あ、2階に行ける、行けない。よし。なんだこれ。本。そしてここは仕立て屋さん、ジェローム。結構広いね。あら、一目でわかる感じ。久しぶりってどんぐらい。あ、そうなんだ。ちょこちょこ顔出してんだ。へえ。なになに、子供ができたみたいな。実は今ちょっと危なっかしい見習い技師が居候してる。お腹が減って行き倒れてた。え、アントン的なやつじゃないよね。機織り機に興味津々。分解して直してくれた。じゃあアントンではないね。技師。妙なものを見た。ああ、それがさっき言ってたっていう人か。そっかそっかそっか。
あちこち修理して歩いてるはず。あのリベールから来たカタカナ4文字の人名前覚えてないんかい。でもリベールに帰ってんのかな、どうなんだろう、誰かわかんないや今ほんと今。あ、待って、でさこれさあれじゃない、第二文庫義士が少ないからなんとかしなきゃねって言ってたけど、これ連れて帰るんじゃないの記憶喪失とか言わないよねなるほど、ちょっとそんな予想を立てつつ、観光客かわいいなこの人、怒っているだねどんまい。でもよほど嫌だったら別れちゃえばいいのではと私が申しております。でそのクエスト的なのがね、素敵、私も思ってた。これは今でも使われているのでしょうか。じゃない？ああ、旗織り機の動力なんかにね。うん、だよね。この音を聞いていると帰ってきたって気がするな。いいね、そういうのね。子供の頃のそういう記憶ってすごい大事だよね。わかる。こういうのなんか無限に見てられそう。いいな。民家。やっぱあれだね、マッチ探索楽しいね。職人気質なのね。ガラートさんがあれなのね。へえ。てかそういうところも相まって、やっぱこう自分たちで作ったやつなんかね、綺麗だね。ここもそうだし、この絨毯とか。至る所に雨とか大丈夫なのこれで、元締め宅に行ったら進んでしまう。あーカードが見える。こっちに行って、ん、今の人話しかけてないの。トトラバーさん、マッチ中の動力が全く使えなくなってしまった、リベールの異変ですね。そうね、最南端でリベールに近いから影響は受けてるのか。はいはいはい、あったね。しかもさ、それがさ、動力系のやつじゃなくって、なんだっけ、ガソリン系で動くのなんて言うんだっけで、やってきちゃったんだよね。そうそうそう。その時に、中将、何中将だっけビ、バ、バンダール中将がやってきたんだよね。で、礼拝堂行きたいけど、釣りもある。釣り？ふむ、魚影が濃いな。ここか。私の番ね。行くぞ。それ。来た。あ、グッドか。いい感じだ。カニ、シュラブかな。よし、やったぞ。うん、スノーシュラブ。これどうかな。それ。専用釣れたりするかな。来た。やったぞ。大物だ。ん、あー、言うまでがめっちゃ美味しい。クローバーちゃん、おー知り合い、本物だ綺麗になったね2年ぶりぐらいか毎回綺麗になったねなんだね。うちの子たちか。しょぼん。ね、リン君でよければ。はーい。よいしょ。
すごいな。じゃあ早速やろう。うん、対戦開始。あ、なんか新しいの出てたんだっけ。シスターか。バトルスタート。スタート。クローバーが先。そうね、マジック、うん、このままでいいかな。ほい、すごいやつ出た。召喚え、なかなかやるんですけど。はい、私のターン。俺のターン。あー、早速出たね。ベビータス使おうかな。移動して、いや、うーん、ちょっと保留しようかな。見たことないの。いやー、どんどん攻めるね。早送りを今んとこ使ってないけど、早送りをする勇気がない。どうしようかな。死んじゃうよね。でもこっち減らしといた方がいい気もするな。敵一体にダメージ与えるって何？スキル？ああ、それで追加でやってきたってこと。まあこれでちょっと攻撃を少しでも減らしといて、攻撃を、これスキル使ってんのか。どっちがいいかな。こっち減らしとくか。で、2あるけど、いっか。ちょっと早くしてみようかな。今これ早送り中。はい、こう出して、移動して、攻撃を、後ろに下がってるからできなくってなくなっちゃって、移動して、こうして、2を受けるのか、やめとこう。で、移動して、攻撃して、で、1枚出てくると。で、2あるからブレイズして、こうしようかな。うわー、もうこれ負けてんじゃんあー、それか、封印って。しかもいなくなっちゃった。そういえばこれ使えないってことか。うわこれ完全に負けてからさ、さっきのターンと私負けてたよね。後ろに下げたくても、これ移動させたいな。どうしよう。マナは7あって、これここに出して、あ、そっか、すぐに行動できないのか。とりあえずこれここに、ここに出して守ってもらって、これも出しとこか。で、攻撃をしたいんだけど、これってどうなるんだろう。マイナス1になるかな。やってみよう。なるか。これだけかな。
はい、なんかうん、あ、一旦行動できないのか。なるほどね。もうこれやっちゃわないと負けちゃうんだよな。スキルを使って回復して移動して、これ攻撃できないよね。スキルこっち使ってないからこっちをなんとかしたい。で攻撃をして、あれ、あ、負けちゃったの。そうなんだ。でこれ使ったら守ってほしいので、こんな感じでいこうかな。うー、やばい。いやー、マジかマジか。でもそうするよね。ペンギンいいな、ペンギンいいな。なんかいいの来ない？いい、マジ。あ、でもこれ、あ、いや、勝ってないのか、これ。これ攻撃できないもんね、後ろ側ね。で1でも減らした方がいいのか。これ3も受けるのか。でもスキル使ってないもんな、この子。ね、これ強くない？強い、4って強い。ちょっと減らした方がいいよね。どうなんかな、2ごときで。はぁ、ちょっと待って、どうしようこれ。とりあえず攻撃して2しか減らせないでしょ。これも2しか減らせないし、でもスキル使っちゃってるからいいかな。多少なりとも、いや痛いな。ちょっとこれでターン終了してみる。いやもうこれ負けてんだよな私が見るに負けてるんだよな、すでに。あ、これは勝ったのでは。うーん、イエイ。ちったいやもうかなり、なんかもう勝てるとこいつでもあったでしょぐらいな感じだったんだけど。ありがとう。俺の番だな。行きます。行くわよ。僕の番だな。はい、ここに行ったら始まってしまうけど、始まってもいいのか。礼拝堂先行こっかな。礼拝堂先行こう。よいしょ。うん、綺麗だね。さっきのカードでどこまでマラソンしたかもあっちゅう間に忘れたわはいはい、確かにね。カンカン、コンコン、何かを直してるのかなミントちゃんはい、交換完了っとこれでしばらくは大丈夫だと思いますよ。なるほどね、かわいい。ツインテールやめたんだね。いやー、それほどでもあるかもですけど、えへへ。こけそうあれ、リンくん、はは、久しぶり、元気にして、お、おっとっと。ですよねはい、っとっと、お尻打っちゃったいや、声の力ってすごいね。ミントちゃん、こんなテンションだったんだね。はい、同級生です。
か職人って感じじゃん。ギヒミントかっこいいね。そうそうそう。ね、広いね。各地の工房や職人の元を気ままに訪ねている。ね。そう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 。場所はここから東のアグリア宮殿、アグリア。三つの影。はーい。お疲れ様。ママにやってるんだったらちょっと士官学院に連れて帰れないな。ああ、なるほどね。三つの影か。ミントちゃんが入った。みよみよ。いやー、ちょっと卒業生もだんだん増えてきたね。牛ってどうやって寝るんだっけ。前足こう折って寝るんだっけ。たら尻尾も踏めるか。失敗してもその分成功してるからオールオッケーだよねみたいなこと言ってたよね。ちょっと威嚇しすぎたけど今のは。なるほどね。じゃあ次。あ、なかなかいい釣り場みたいだ。はい。あ、ここね。バンダールトレーニングホール。大か。気候兵とか。誰の声だ？お知り合い？だね。複数人おるよ。うん、めっちゃ覗きたい。いけるかな時間。いや、次のパートにします。